ドグラの配信とかね、チェックしないとちょっと危ないかな。あ、悪口言われるから。そう。悪口率すごいからな。ドグラかナルオかみたいなとこあるからね。ナルオでしょ、全然。ナルオ、え、でもニート、ニートか、ナルオ。言うてニートか。あいつ食料欄なんて書くんやろ、書くとき。いや、さすがに、もう、無職はちょっと言い過ぎでしょ、ね、営業になりますよね多分、うん、もうそれはビジネスになってくるよ。そうですよね。いくら稼いでんねんっちゅう話だよ。そう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 、やっぱそこでしょ。 IT 系言うてんのかな、あいつ。携帯ショップ行ってる時ね、なんて言ってるのか見ものですよね。僕らプロゲーマーって書くの？書くわけないでしょ。なんて書くの？ IT 系の自営業。誇りを持とうぜ、そこは。プロゲーマーに。持てないね。持てないね。なんでや。そこでね、雑談の、その、会話の一ネタになるじゃんね。それを動画撮りしてさ、職業欄にプロゲーマーって書いたら、携帯電話の会社の人はどういう顔するか、みたいな。ああ、なるほどね。いや、嫌でしょ。もういいんすよ、僕の中でゲームってそういうもんなんですよ。高尚なもんじゃねえと。高尚なもんじゃないでしょ。高尚じゃなくていいと思う、俺は。10年前、15年前とかだったら、そんなこともう口が裂けても言えなかったもんね。いや、そうっすよ。高尚だなんて。むしろ、恥ずかしくて人に言えない趣味だと。いや、そうっすよ、そうっすよ。だから、隠す趣味やったじゃないですか。まあでも、そのプロゲーマーって言ってじゃあなんかバカにされるとかそういうことになるとして、どの面でバカにされるのかを教えてほしいですよ。何をもってプロゲーマーをバカにするんですかと。まあでもよく言われるのは、うん、ゲームして遊んでるだけじゃねえかって言われるよね。じゃあお前もやれやと思いますわ。遊んでるだけでお前儲けれるようにあれお前もやれよって。いや僕昔あったんですよ、これ。ゲームやってて、で闘劇優勝した後ぐらいに高校の同窓会あって、まあ普通になんか僕ゲームめっちゃやってるって知られてたから、え、まだやってるんゲームみたいな言われて、あ、やってるよっつって、野球部のやつに言われて、お前まだゲームとかやってるみたいな感じで。今その同級生とかって会わないの？いや会わないっすね今。それでどういう話になるのか見たいよね。まあもう別にあい、うん、そう、いやまあで続きがでゲームやってるみたいな感じで結構バカにされて、あかんでみたいな、もういつまでやるみたいな感じで言われたから、その野球部のやつに、え、お前野球まだやってんのって言って、あ、やってるよみたいなってなったから、俺ゲーム一応大会にも出て賞金も稼いだけど、お前の野球って一銭も稼いでなくない、なんでやってんの、まだやめへんのって聞いたらめっちゃ喧嘩になりましたからね。それはなんて答えたの向こうは？いやもうはお前なんなんみたいな感じになりました。いやなんなんじゃなくて、お前の言ってることそうなんじゃないのみたいな。逆切れじゃねえか。いやそう、無駄かどうかで言ってるんやったらお前の野球の方がよっぽど無駄やんけみたいな感じで、マジで喧嘩になりました、それは。まだ多分向こうにとっては野球が高尚なもんなんだろうな。そう、だからそう、結局そこなんですよ。所詮ゲームっていうので、下げてくるじゃないですか、やっぱり。だそこって感じですね。ああ、もう普通の人からするとやっぱ子供の遊びだもんね。そう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 。絶対にそいつよりもどぐらの方が稼いでるけどね。まあ、今となってはね、今となってはそうやと思いたい。ムカつくから。絶対稼ぎうんぬんでも言ってきてるじゃないですか。うん。そんなん。そこはもう絶対勝てるからな、マウント取られても。でもそこでね、多分、お前より、お前がバカにしてたゲームでお前より稼いでるでって言ったら多分もう発狂っすよ。その議論見てえな。ゲーマーをバカにしてくるやつと、うん、その、現状プロゲーマーで稼いでるやつの、なんか、その正論合戦みたいな。まあ、こっち有利ならやりたいですね、僕は。大体有利だと思うけどね、現状。まあでも今は時勢も手伝ってると思いますわ。その、
e スポーツがその言ったら結構すごい勢いあるじゃないですか今は。多分さすがに向こうも分かるか、分かんじゃないですか。だからもうさすがになんか認める空気の人の方が多いんじゃないかなって思いますけどね。子供がなりたい職業1位とか2位とかでもね、プロゲーマー、いやーそれもどうなんて思うけどな。やっぱ野球選手と宇宙飛行士でしょあとパイロット。何十年前だよそれと部活に e スポーツ部っていうのがやあるのがすごいっすよね、ほんまに。いつの間にか変わったよな、ほんと。10年ぐらい前、まだまだマイナーでしたけどね。10年前だとどのぐらいの時代だ。2011年なんで、ああ俺がビジョン閉店した時か全然だよ。いやむしろそのビジョンが閉店したけど、うん、その e スポーツとか配信とかそういうのに夢見てた頃で、まだ。じゃあ閉店したけど、あ全然いけるっしょみたいな感じだったんですか。そうそうそう、だから配信やっててなんかあの未来を感じてたから、これでいけるっしょとは思ってたよ。 あ配信でやっていけるっしょっていう、うん、そうそう、いつかこれが仕事になるっしょって思ってた。あ、先生の目ありましたね。まあその時は確かに誰も、賛同はしてくれなかったよね。あ、何言ってんのみたいな、ケースさんみたいな感じだったんですか。わかんないこと言ってないで借金返しなよっつってまあまあその人らはほんまにそれ心配して言ってくれてるんやろうけど、うん、まあ確かにその頃配信とかまだ全然誰もやってなかったって感じですもんね。そうだね、だからドグラとかもまだ配信とか全然だったやん。2011年はニコニコでギリギリやったことあったかもぐらいじゃないですか。格ゲーか界隈だとゴッツ周りと、あとトパンガが始まった頃ぐらいか。あ、そうか、トパンガ10周年とかなんか言った気するな、そういえば。うん、それ以外はほとんどなんかやっぱ商売にはなってなかったよね。うん、その時ってユーストリームとかですか。ニコニコとか。あ、ニコ生あったんか。ユーストリームからもう映ってたかな。あったな。配信黎明期っていうとなんかユーストのイメージありますわ。ユーストはやっぱまあ当時その商売になるきっかけにはなったよね。そのゴッツガーデン第1回とかが、うん、あの当時、ユーストリームで宇多田ヒカルかなんかがライブやって、それでやった、同時視聴者数累計来場者数を上回ったんだ確か、ゴッツが。マジすごいな。そう、それで、結構営業のネタになって、それが。ああ、なるほどね。だまだ当時はやっぱそのインターネットでライブを見るっていう、ね、習慣がなかったから、多分宇多田ヒカルでもそんな数字出せなかったんだ多分。ああなるほどね。あ、まあでもこっちはそれ利用させてもらいますよって感じですよね。そう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 、そこでまだ流行ってないところでドカンって言っちゃいましたけどみたいな。はい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 。ストリームまだ一応あるんだよね。ああるんや。アーカイブとかまだあるよ。やば、10年前の配信はやばいな。ゲーマーズビジョンのアーカイブまだ残ってるからね、ユーストリーム。なるほどね。